7年目に入っています。1曲目です。ベリーロール、ソロは
テナー小泉爺でした。その名も金剛でした。今後ともよろしくお願いします。それではスローモンスタージャズオーケストラですけども、名前はそのものズバリ今が旬ということで蔵王の樹氷を表しております。実はですね36年、結成、なりますけれども、去年夏にちょっとメンバーの移動やら何やら意見の相違やらがありまして、もう活動をやめようかっていう状態にもなりました。でいろんな方から声援を受けまして、なんとか、復活っていう風になりました。ありがとうございます。でこのイベントを声掛けいただいたのが昨年11月末で、最初はお断りしました。とても今メンバー的に不安定なので出れる状態ではありません。しかし阿部理事長さんのからなんとか地元のバンドを出てくれということで熱い声援をいただきまして、今日このステージに立てることを本当にメンバー一同嬉しく思います。演奏時間20分という枠をいただきまして、スローモンスタージャズオーケストラ準備した曲が1曲目から5曲目まで全部5分ということで、喋ってる時間はありません。で今喋った分は途中で今後君バイトここでカバーしてください。2曲目、2曲目を紹介いたします。バラッド・フォア・ラ・フーイヤーソロアルト混合をフィーチャーしましてお送りします。
スローモンスタージャズオーケストラ、普段今までどんなところで演奏活動しているかというと、こういうステージはもちろん、定期演奏会、秋にあります定期演奏会、あといろんなパーティーにお呼びいただいております。クリスマスパーティーをはじめ、結婚式演奏とかいろいろこう受けたまわっております。今年度の演奏まだそんなにまだ決まっておりません。11月末の定期演奏会、あと7月20日の結婚式演奏、この2件しか決まってませんので、ご用命の方は何なりとお申し上げください。ありがとうございます。それでは、3曲目、ここでスノモンの専属ボーカルを紹介いたします。バージニア。シャレーのスムースオペレーターという曲ですけれども、バージニア、フィリピン出身ですけれども、フィリピンの方でこの発音をできる人っておそらくバージニアしかいない。この曲歌えるでしょうね、そう言われてます。ぜひ、お楽しみください。Thank you.
それではスローモーサージャズオーケストララストの曲です、チャーリーザ・ウェル、ソロがテナーサックス小泉 G、 トランペット田口中世、アルトメイケルです。
スタージャズオーケストラ。ありがとうございます。スノーモンファンの方どれだけいらっしゃるんでしょうか。